マリマだっけ。Good morning, motherfuckers! おはようございます、皆さん、今日もこの時がやってきてしまいました The time has come! 今日は、まあもうね、私の上でもう見えちゃっておりますが、なんとなんと、こちらの大先輩が来てくれました！おかゆ先輩！もぐもぐおかゆー、ココちゃんの大先輩の猫又おかゆです。もぐもぐ、大大大先輩の猫又おかゆし、今日は来てくれましてありがとうございます。イエーイ、お邪魔してます。イエーイ、本日はですね、おかゆ先輩を迎えまして、 Reddit Shit Post Review、 こちらをねやっていきたいと思うんですが、おかゆ先輩、Reddit ってご存知ですか？なんとなく、なんとなく知ってます。なんとなく、He kind of knows about Reddit。まあ、まあでも名前は知ってるけど、そんなに深くはって感じですかね。そうそう、そんな感じ。ああ、このね、Reddit というのがですね、ちょっと軽く説明させていただきますと、うんうん、海外サイトのですね、まあ、掲示板のような、でも匿名ではないんですね。あ、そうなんだ。そうなんですよ、匿名掲示板とはちょっと違うんですけども、いろんな自分の、うんうん、ツイッターのように自分の絵ですとか動画ですとか、うんうん、まあ文字もそうですけど、うんうん、いろんなものを投稿できるサイトなんですね。めっちゃ楽しそう。めっちゃ面白いんですよ。ちょっと日本に類似サイトがないので、こんな感じのサイト、これ見たいっていうのが言えないんで、ちょっとまあ分かりにくいんですけども、うんうん、まあでもそこでね、実はそこのホロライブ公式っていうとこがありましてね。おー、公式、うん、そうなんです。実はね、公式が運営してるページがあるんすよへー、すごい、公式か。そうなんです、知られてないんすけどね、あんまり、うんうん、まあ、そこでね、日々クソみてえなシェットポスト、クソ投稿がね、海外に気によってされてるのを紹介したいんですよ、先輩。ぜひクソを、クソをお願いします。クソはね、英語でシット、これはうんこみたいな意味もありますね。シットプリーズ、シットプリーズ、シットプリーズ、あ、それうんこしてくださいって意味になっちゃいますね。やばいやばいやばいそれ、そうしてくださいってことになっちゃいますねやばいやばい Guys, he wants shit! まあ、クソが欲しいなら仕方がないですよねそれでは、どんどん紹介していきましょう。 The first meme! こちらドン。あ、これはですね、おかゆ先輩、うんうん、私このミームレビューをやる前にですね、まあ3日前か2日前ぐらいに、実は毎回ゲストをね、誰でしょうって感じで、みんなにちょっとだけ公開するんですよ。おー、なるほどなるほど。まあ、これじゃあ、でも先輩、これじゃあ分かんないっすよね、誰か。いや、わかんないな、全然わかんないな、これじゃわかんないんでね。でもやっぱみんなに当ててほしいんでね、これで誰でしょうって感じでね、いつもこれ実はいつもの流れなんですけどWe doing this all the time, guys。 これでね、当ててもらってるんですよ。じゃあちょっとね、海外に、これわかったかな、これ誰かな、これちょっと頭見えてます。じゃあ当ててくれるかな。あー、これ間違ってますねえ、めっちゃ可愛いじゃんこれまあまあ、ちょっと確かに、ちょっとまあ、うん、まあ間違えちゃう可能性あり、今誰ですかこれちょっと見たことある感じ、まあまあ、私はわしいないやんけ蚊帳の外だ、ここちゃん、蚊帳の外に置いてないじゃんね、先輩でもない、誰だ、確かに誰ですか、これもちょっとなんか
構知らない人ですね。でもなんかココちゃんの髪型、僕似合いそうな感じしない？結構似合ってますよ、こうバンギャー。バンギャーおかゆ先輩。バンギャーだよね。おかゆ先輩、これあの She's good in orange hair。 オレンジヘア意外と合うのでは。ね、似合ってるよね。コーナ先輩もこれ合ってますよね、この髪色と、うん、合ってる合ってる。まあでもちょっと違うんですね。確かに惜しかった。意外してるゲレ、あ、惜しいですね。仕方ないですね、みんなやっぱ分かりにくいですからね。こういうこれぐらいクソなんですよ、おかゆ先輩。いや楽しみになってきたね。This is how shitty it is。 では次を見ていきましょう。あ、これまた予測してますね、これ。お、あ、別の予測。ちょ、嫌な予感がしますね。なんか色合いがちょっとおかしいですもんね、もう。確かに、なんか色違う、ちょっと。色がね、焦ってるんですけどね、あの、見てみましょうか。So what's the second guess? あー、もう、なんだ、うまい。なんていうか。うまい、合成がめちゃくちゃうまい。綺麗につなげてきやがった、これ。ペコミコやんけ。でも似合ってるな、みんな。まあ、ミコ先輩がちょっと違和感ないっていうのが面白いですね。うん、あんまり違和感ないね。あんまり違和感ないですけど、あのペコラ先輩がすごい邪悪な、なんか悪魔みたいに見えるんですけど。She looks like a demon。 ほんとだ、人参に色素持ってかれてるね、かなり。キャラリー、だからそうだ、人参食いすぎたらこうなっちゃうんですかね。ね、もうこういう雑コラレベルですからね。いやー、Was it too hard for you guys? ちょっと難しかったですかね。まあ仕方ない、ね、難しかったかもしれないね。今回難易度高いなって思ったんですよね。うーん、なるほどね。あ、お、これなんかもうすでにおかしい感じがね、若干するんですね。確かにこれもちょっと色味が色味がちょっとおかしいですけど。うーん、怪しいね。あー、あー、惜しい、惜しいですね、これ。惜しい。なんでムーナ綺麗に合わせたんで私こんなガタガタなんすか。本当だ。おい。別にココちゃん無修正じゃん。私合わせる必要もないぐらい簡単だ、バカ野郎。私はもうちょっと綺麗に、どっかどっちかでもいいから合わせろよ。なんで。むにゃむにゃじゃなかったんですね。まあ、ちょっとムーナに耳ついたムーニャですけどね。ムーニャに出力されてるね、いろいろね。ムーニャに全力かけた結果、私がね、もう適当にな。ほんと、片方でいいから合わせられなかったんですかね、これ。あと3ミリ横にずらせばぴったりあった気がするんですけどね。惜しかったね。まあまあね、仕方がないですね。まあ、難しい。Yeah, this time it was hard, guys. I admit it was hard. まあ仕方ないですね。あの、まあちょっとクソレベルが上がってるということで。まだあるみたいですね。お、いつもの流れ。This time、今回動画みたいですよ。It's a movie。見ていきましょうか。うんうん。I hope they get it right this time。結婚しないよ。あ、好きじゃないよ。僕じゃなくてよくない？あ、言っちゃった。誰だろう。あれ？ルシエヤコ。何したい？なんか出てきてたよ最後。これちょっと当たってたと思ったんですけどね。もう一回見る。I hope they get it right this time。 惜しかったよね。 You got it right this time。 好きじゃないよ。僕じゃなくてよくない？結婚しないよ。 You don't love me？ おかゆパイセン行かないで。誰だろう。 おかゆパイセン行っちゃったらこのおじさん来ちゃうじゃないですか。 何したんだ。 懐かすぎんよ。 代打がね。実はこれでも毎回やってるんですよ、こんなこと。毎回野豪。野豪なわけねえだろ、もういい加減にしろお前ら。みんな野豪大好きじゃん。 Everyone loves 野豪 too much。 まったく。まだあるっていうね、今回。You guys made it too much this time。 But I hope this time you guys got it right。 今回は合ってるといいな。合ってる合ってる。わざわざさ、惜しかった。Correct, but まあまあまあ合ってるんすけど、わざわ
ざなんでしたっていうね。でもココちゃんも似合ってるやっぱり。似合ってますか。似合ってるよ。やっぱりおかよ先輩のオレンジヒアがめちゃいいなって思っちゃいますねこれ。バンギャね。バンギャです。バンギャおかよんちょっとハマっちゃいそうですね。私かわいい、まあ、でも言うほど似合ってないいや怖い、なんかメイド喫茶とかにいそうじゃん。猫耳生えてて可愛い。ちょっとメイド喫茶着るここがこのね、うん、次の新衣装で、あのメイド服でも着たいっすね。いいよ絶対似合うよ。というわけで可愛い、これまあ大当たりですね。 You guys got it right finally 、まあ、こんなレベルのクソ投稿をね毎回してるんですが、 Ready shit post review。ここからですね、ミームをね、ここからやっと始まるんです。もうここまでで、ね、面白すぎてお腹いっぱいなんだけど。長いんですね、最初が。どんどん見ていきましょう。では、ミームチェックポスタイム。おあ、これ今回のサムネですね。It's a thumbnail. What's going on with it?これもしかしてどういう風景で撮影されたのかを、あ、これは載せちゃってますねこれ。本当だ。え、これ今もさ、僕の下にさコロさんがこういて肩車してる説あるけどね。あ、あ、Let me check。 ちょっと下見ていいですか。いますねいるよね。このねパイセン is under us。 あ、でもね、さらにね、なんか あ、いるんですね。一位乗る必要なかったじゃん。乗る必要、乗る必要。 Yeah goes under us always have been。 まあ毎回ね、いじめだよ。なんもうみんなね、意地でも矢後を入れたがるんですね。いやこれは差し込んできたね。差し込んでくるんですよ。いらないっつね。もういちいち入れようとすな。コロナパイセンはまあまあ下にいてもおかしくないですけど、おっさん踏みつけながら配信してないっすよ。たくもうどんどん行きましょう。クソすぎるな。クオリティがクソじゃないですかね。ね先輩。いやいや最高で最高。では次のミームに行くんですけど、ミームの次のやつに行く際にですね、私がパンパンって手を叩くので、そしたら岡谷先輩一緒に NEXT ミームって言ってくれませんか。 OK。 ではではパンパン NEXT ミーム。やだー、これを言いたかったんですよ。見ていきましょう。ボン、おお、これは読んでいきましょう。Hololive when I'm working or sleeping。 Hololive、 自分が寝てる時と仕事してる時、つまり自分が忙しい時の Hololive ってことですね。おうおうおう、あー、これみんな配信してますね。あー、めっちゃ配信してる。確かに忙しい時に限ってね、配信しているのにもかかわらず、Hololive when I'm free、 自分がね暇な時の Hololive。 誰もやってない。こう海外に来の悩みなんですよね。確かに時間的なね都合もあるもんね。そうなんです。やっぱ私たちやっぱ日本の Hololive JP Girls は特に、 Hololive のやっぱ JP Girls はね、日本の夜に配信してることが多いですよね。そうか、そうだよね。そうなるとね、やっぱ日本時間の夜って海外に来ね結構仕事中だったりするんですよね。確かにね。でね、あと海外に来がやっぱよし、ただいま家帰ったぜっていうのは日本の、ね、早朝だったりするんでね、誰もやってないっていうのあるんですよ。かゆ先輩、そうか、 JP タイム、ペインペコペコラ先輩も悲しい顔です。というわけで、おかゆ先輩、これやっぱね、海外に行けばこういう気持ちを込めてね、ミームを作ったりもしてくるんですよね。なるほど。でもそうだよね、僕もいつもさ夜中とかに配信しちゃってるとさね、みんなはお仕事してる時とかになっちゃうもんね。なっちゃうんですよね。確かに。でも世界は広いですからね、こうみんなに、みんなに都合がいい時間っていうのはなかなかできないですから、心が苦しいですよね。そうだね、確かに。たった今ね、あの BGM を忘れていたのでね、つけ始めました。
注意ありがとうございます。いやこうやってね気持ちのこもったミームもあるんですよ。言いたいことをミームに込めるっていうね、こういうミームはこういう使い方でもありますよね。ツイッターなどであのバズるツイートとかって あるあるあるみたいなのあるじゃないですか。そういうののことを実は総称としてミームって言うんですよ。あ、そうなんだ。はい、なんかこうバズるバズるなんていうか なんていうか、日本語に言葉がないんで難しいんですけど、とりあえずどんどんクソ投稿見ていきますか。ペペネクストミーム、ネクストミーム。あ、これはこれスマーパイセンですね。あ、スバルちゃんだ。スバルパイセン。そしてこれイナニスちゃんですね。うんうん、二の前イナニス、まあイナニスちゃん の、うん、あの名前ですよね。うんうんうん、二の前イナニス、二のお前イナニス。確かに二の前イナニスちゃんの中にお前が入ってる。本当だ。お前、もうスバーパーじゃん、お前めっちゃ言ってますからこれ海外に来もね意味わかんないけど、とりあえずお前って言葉は覚えてるらしいっすよ。あ、そうなの、すごいね。ダジャレ、ね、ダジャレっていいね、この海外のこのダジャレってさ、なんかこう日本語だとまたできない感じのダジャレで面白いよね。できないんですよね、確かに。こう海外に来がねちょっとダジャレこいちゃってます。日本に来 What do you feel JP に来す。まあ、日本の方もねあのダジャレ言ったりしてはーっていう空気になるじゃないですか。これ、うんうんうん、これもねもちろんねあのレディットの中ではねあの冷めた空気出してたんでねちょっと持ってきました。ダジャレが寒いのは全国共通なんだね。共通っすね。もう基本的にやっぱねあのおじさんがねちょっとフッフッフッって自分だけあの受けてるやつですね。あの言った後。いやでもわかる、僕もダジャレ大好きだからね。そっち側だな、ね、おかゆパイさんもダジャレ好きですよね。ダジャレ好き。結構好きかなと思ってね、あのクソオブクソだったんでちょっと持ってきました。やっぱでも私もこういうの好きなんだよね。いいよね、スバーパーで人の前って言ってほしいですよね。言ってほしい、言ってほしいですよね、うん、それではどんどん行きましょう。NEXT MEME。 これはちょっとムキムキの人たちがいますが、読んでみましょう。My dad at 27 years old。 俺の親父、自分の父親が27歳だった時、Honey, I'm going to work. Bring food and money to our family. Honey っていうのは奥さんのことですね。 Honey, 俺仕事行ってくるよ。子供たち、そして家族のために food、 ご飯と、そしてお金を稼いでくるぜ。もうこれ、お父さんがねこう出社してますね。これ多分自分ですね。やっぱ27歳のパパってね、27歳の時からきっと私たちのパパもこうやって頑張ってたんでしょうね。確かに、確かにダディはね家族と家族のご飯のために働いてくれてたんですね。それに対して、そう大黒柱っすよ。それに対して Me at 27 years old、 俺の27歳の今、会長、I'm going to work to buy your super jet。 会長、俺スパチャするために働きに行くよ。We love us。 そんな気がしたよ、今も見てて。もうこれは分かってましたよね。やっぱホノライブ見てる人はね、まあ27歳でね家族のためにっていう風なね、まあ確かに自分がきっとお父さんに将来になるとしたらこんなになるんだろうなって予想した27歳もしくはそれ以上の年齢に見合ったことはまあ大体してないんじゃないかなとは。でもみんなそうっすよね、先輩。え、そうだよ、僕たちもそうだよ。でもね、私たちだって今この年齢で、まあ私3500歳ですけど、今こんなことしてると、あのちっちゃい頃のチビミーは思わなかったですよね、先輩。そうだよ。まさかここにいるとは思わなんだだよ。思わなんだですよね。 It's the same for us guys. We didn't even think we were doing this kind of streams in our age. Just like you. だからね、 So don't worry, we're the same. みんな、私たちはみんな同じですから。
仲間仲間フレンドフレンド This is my work 海外に行きがちゃんとコメント欄でいやこれが俺の仕事だからって言ってますねOh so this was your work watching us do the Reddit shit house review まあそれなら仕方ない OK OK それなら仕方ないまあ仕事ならね仕方ないですね仕方ないねみんなご苦労だよご苦労だ Thank you guys Thank you for bringing us foodAnd money. ありがとうございます。私たちにご飯をくれて、確かに私たちにご飯くれてますからね。そうだよ。そう、皆さんたちのね、あのいただいたスーパーチャットは少なくとも私たちのねご飯にはね変わってますからね、ちょっとは。確かにママとパパだ。Yeah, you guys are our mommies and daddies. You guys bring us food and money. Says Okayu Paisen. ママ、パパ。マミー、デリー。読んじゃった。ちょっと、そう、バブミ属性目覚ませちゃうね。やめてください、Okayu Paisen。Okayu Paisenのママ、パパが今私ちょっと響いちゃったんですけど、あの、もっと欲しい。響いた？響いちゃいました、ちょっと。ココちゃんでもいいんだよ。ドキドキドキちょっと嬉しくなっちゃいますね、これ。それでは、Next Me! Next Me! どんどん行きましょうどん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 は、うん、これは、読んでいきましょうまず、左上に、This is a true story. これは本当の話と書いてありますね。これは真実を元にしたミームらしいです。見てみましょう。My 15-year-old brother couldn't remember my birthday when I told him when it was. He went, Oh, that's Okayu's birthday. I'll remember it now. He knows a VTuber better than he knows me. これ、私の15歳の brother、お兄ちゃんが、私の誕生日、remember my birthday。誕生日を覚えてくれなかった。忘れてたんですね。はいはい。When I told him,、でも、その後、自分の誕生日は、おかゆのバースデーつまりおかゆ先輩と誕生日一緒だよってお兄ちゃんに言ったら、うんうん、あそれならもう覚えたわと言ってくれたお兄ちゃん自分より VTuber の方が知ってるペイン悲しいペコ悲しいねそれはねセーッブラザーちょっとお兄ちゃん、まあ、お兄ちゃんまあでも兄弟ってね興味ないっすからね確かにでも誕生日くらいはね覚えてそうなもんだけどね Always remember your sister's birthday though she says いや本当ですよね誕生日くらい覚えててほしいっすよねねえ寂しいよね、まあ、お兄ちゃん頼むよお兄ちゃんでもねあのおかゆ先輩のおかげで But thanks to おかゆ Paisen He knows now 確かにおかゆ先輩の誕生日って言ったらね覚えてくれたみたいなもう大丈夫ですよおかゆ先輩は、ね、もう大丈夫だね家族の絆すら直していくタイプのね VTuber なんで一緒にお祝いしてもらおうじゃんおかゆパイセン Bringing families together Wow that's my パイセンあコメント欄でも確かに妹の誕生日覚えてないわっていう人いますねあのちょっと早急に聞いてあのホロメンの誰かと一致してないか確認してくださいこのライブメンバー結構いるんでね意外とね誰かと一緒かもしれないですよ、ね、確かに確かに、ね、意外とねいますからね、うん、あの案外ね案外いるかもしれないんでぜひチェックしてみてください OK so next meme 声枯れちゃった